はい、どうも、岩手県漁業組合の皆様、こんばんは。ワイワイと申します。本日はこちら、バウンシングダックシミュレーターというゲームをね、プレイしたいと思っておりまして、このゲーム大体何か分かっていません。ただ、リスナー様から、このゲーム面白かったですよというか、こういったゲームありますよってなことでご紹介いただきましたんで、試しにプレイしてみようかなと。ちょっとなんか、シミュレーションというか、謎解きみたいな要素もあるらしいんで、頭使っていけるかなって思ってます。さあ、では早速スタートで始めていきましょう。はい、お願いします。ニューゲームで、はい。ん？あ、ムービーあるんですね。シミュレーションゲームは珍しいですね。あ？部屋？これ部屋っぽいですね。何もない部屋っていうか。あ、もう動かせるのかな。あ、動かせるわ。何これ、1356って書いてますね。これはなんかボタンがわからないんですけど、ジャンプはできて走ることはできないですね。しゃがむことも特にできなさそうな感じですね。で、これは何でしょう。あ、ここから音だった。おお、びっくりした。ん？え、ホラーゲームじゃないよな。え、ちょっとよくわかってないんですけど、これはこのボタンはこれ押せる。押した。ん？あ、なんか出てきた。7って出てる。なんや7って。これは？あ、ビビビビビ。あ、10になった。ん？あ、バウンドさせればいいってこと？だからバウンシングダックシミュレーターってこと？ 1356 も叩き出さなあかんってこと？え、これもう一回押したら増える？え、増えへんの？めっちゃめんどくさいやん、嘘つけよ。え、俺これ今から1356回バウンドささなあかんの？めんどくさ。これ面白い？これ面白いか？このゲーム。いや、まあ1356って言われてもちょっとどうしようかと思うんですけど、これが一番効率いいのかなと思って。昔野球部やった時にね、2年やってやめたんですけど、その時にこういう風になんか下からやる壁やって、こう普通こうやってやるやん。こうやってこう跳ね返ってきたとこ取るよね、こうやってね。これやったらちょっと効率悪い、なんか面白い、バウンドが面白くないやん。だからこういうバウンドでして俺楽しんだことあって、パパってこう来て、あとなんかこう小判で取るみたいな、パパーンって来てからパッってこう取るっていう。え、ちょっと待って、緑になってる。なんか、あ、これ押せるってこと？あ、100超えたん？ 100 超えたか、押せるって。いや、ダック出せよ。何これ、なんかコロコロしてるで。何これ、え、全然関係ないやん。え、なんかに使うよね、これが。これに使うんか。え、違うよな。え、何に使うんやろ、わからん。なんかでも謎解きの要素あんねやろな。ちょっと待って、お前してる場合ちゃうから。お前これは、これ取れへんねやな。これは取れへん、絶対なんかあるぞ。こっちに入れるとか、そうじゃない。ここに当てるとか。あ、違う。あ、でもここ開きそう。なんかほら、あ、じゃあこっから出てきたんか、電池が。これ四隅とかどう。え、あ、大きくなった、電池当たったんか。え、ちょっと待って、全然バウンドせえへんなってんけど。ま、ちょっと待って。なんかここにもなんかあるやん、ほら。これなんか出てくるんじゃない？これ。関係なし？え、絶対なんかあるぞ、これ。あと。これでもいいってことに気づいてん。賢くやる、ちょっと。いいわ、頭バグってくるわ、こっちが。あ、ちょっと待った。緑のボタン増えてる。あの左ガーってやるのでボタン増えてるわ。これ次なんか出てくるんちゃう。これいいの出てきてほしい。てかひよこが出てきてほしい、普通に。なんで色ちゃうねん、統一せえや。かわいい、ほら、うわ、かわいい。ひよこさん、こっちでひよこさんチュッチュせえへん。ひよこさんチュッチュさせたいな、俺。ほら、ひよこさんチュッチュした、ほら、ひよこさんチュッチュした。楽しい、これ吐き気する方楽しい。あかん、もう鬱陶しい。あ、光ってる。え、てか940、めっちゃいってるやん俺。え、もう行きますよ、ごめんなさい。僕こう押してみるよ。じゃあこれ何回目、4回目か。
ええってそれ。え、この何紫にあげろとか、どこの電池。いや俺こっちにあげたい。いや紫にあげた方がいいんかな。いや紫はちっちゃい方が可愛いもんな。お前にあげるわ。どんだけでかなんねんお前。ちょっと待って、モテへんなってんけど。はぁ、あ、モテへん、はぁ、あ、意味ないやん。じゃあうわしくった、紫多くしたかったわ。じゃあっていうかだいぶ超えてるやん。え、どういうこと。あ、緑になってるわ。え、クリアちゃうか。じゃあ、あてもうひよこもいらんやろ。大きくなってもな、無理やし。おい、止まれよ。よし、捕まえた。なにこいつ、なんでこのこいつだけマントみたいなの持ってんの。ほら、ずっと弾き飛んでくれんの。ずっと弾き飛んでくれるんちゃう。ほら、あ、めっちゃ楽やんこいつ。こいつおるだけでほら、ほっといたらええやん。俺もう放置ゲーやん。っていうか、なんで緑になってんの。ほんま顔してみるじゃん。はい全然弾け飛ばへんやんこいつ。え、っていうかその機能なくすのやめてや。うわ、こいつの、あ、戻った。なにこれ、なんでこれ光ってんの。うん、もうええわ、二度と触らへんそれ。あ、また緑になってる。なんか、あ、3000超えたからか。3000超えたっていうかさ、1356は一体何なんじゃ。はい、電池や、どれにしよう。俺意外とこの紫、あ、こいつにする。こいつでかくする。こいつでかくするか、こいつやねんけど。こんなやつでかくしたって何の意味もないやろ。だって弾けへんねんで一切。え、これ10、え、え、えよし、じゃああの黄色にあげよう。ちょっと待ってて、あげようって言ってるんだから、あげるまで待てよ。あ、色変わった。逆になった、マントの色と。あ、これいいわ、ほら。あ、すごい、はや、なんかスピードめっちゃ速なってないこいつ。電光石火や。いいね、いいね、いいね、いいね。じゃあ俺もちょっと稼ごう。もう、5000になったから、緑色出てきました。でもね、全然時間かかってないよ、これ言うても。これじゃあ押してみますか。はい。なんや、またわけわからんもん出てきよったの。なにこれ、メタリックダック。メタリックダックや。これは割れたりせえへんやな、さすがに。お、なんで暗なったん。ちょっと待てよ、これもしかして俺上の電気潰してもうたってこと。これ潰さなあかんのかな。潰してみる、全部一回潰せんにやったら。ほら、え、めっちゃ怖いやん。え、俺これだいぶビハインドなことしてるんちゃう。はい、え、これ戻して。あっ、1番超えた。真っ暗すぎて全然見えへんねんわ。とにかく電気だけ戻してくれません。ちょ、もう確認ができひんもんだって。ん、え、これもうええって。こんなん出てきてもしゃあないやん。え、こいつ大きくする。じゃあどうせやったらこいつ今一番使えるから、ちょ、見えへんねん、降りてこい。おっしゃ、捕まえた。ほら見てか、ボケー。よし、なんでそんな楽しそうにできるん。まあちょっとすごい楽しそうなんで、ほっといてこれいきますか。じゃあ、じゃあ、どけろ。もうこれいらんやん別に。え、なんとか電気つけてくれへんのこれ。ちょっと待って、もう一回電気当たったらこれ復活するとかないから。電気あかんわ、どこに何してもあかんわ。まあ、こいつは何これ、これ潰すんか。あいつなんかバーンぶつけたらなんかすっごいまばよく光り輝いて電気つくとかない、そういうの。いや、そんなんこもいらんからいや、そう潰れるやつばかり出てもいらないんですよ。これ押してみる。ほんとお前うるさいねん。もう押してみるか。いった、何できた。え、こればっかり出てくんやけど。とにかくこの鉄のやつにこれやる。じゃあこれ潰れてしまうよ、他のやつ。いや、違うて、お前と、もう。あ、ちょっと待って。また緑出てきてる。ん？あ、普通のひよこや。普通のひよこできてる。数は今もう6万9000と。ずいぶん行きましたね。多分あの、動き回ってくれてるやつがここに、こいつが稼いでくれてんねんわ。私の、あの、電池を上げる順番というか、
その手段によってはもっと早く行けるかもしれないとか、そういうことなんじゃないかなって思ってます。これどうしよう、ちょっとあまりにも暗すぎるからさ、最初からやり直そうかな。これぐらいやったら全然まだやり直せる範囲やと思うね。もしこれがもっと続くようやったら困るから、ちょっとあの緑気になるけど、やり直してみるわ。俺次ごめん考えてん、作戦を。こいつらに電池あげるんじゃなくて、あの動き回るやついるやん、虹に光って、あいつだけにあの電池をあげていく。あいつだけをでかくすれば、もし仮によ、仮定としてやで、あのひよこが、あのバン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 って動き回るひよこがこれいっぱいあったとしてみ、ビビ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 って動き回るやろ、もう弾け回る、もうあまりにも大きさが大きすぎて、そこを狙う方がいいと思うね。おっしゃ来た、お前や、お前のために俺残してたんだよこの電池を。なよし、これでまず1個でかなったやろ、よし、オッケー、これでだいぶでかいはずやで。これなんか多分大きくなって弾け飛んだ方が、ほら50ずつ増えたりしてるやろ、だから多分その方が得なんやと思うねんな。だから次電池あればもう全部あいつやりゃいいねん。オッケー、燃やせないゴミね、おいで、ほらおいで、手に入ったから、ほら早いで。え、ちょっと待って、挟まってしもたんですけど、ほんでこいつでかくならへんし、よし、じゃあもしかしたら次またこのレインボーのやつ出てくるかもしれへんから、ちょこっち置いとこう。よし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 、これで多分緑のやつだいぶ溜まってるから、もう3万もう3万もいってるから、多分だいぶ順番待ちしてるんちゃうかな。あ、また電池、あ、いいね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 、お、電池4個目や。いや、こんなに持ってても仕方ないんかな、だいぶ持っててね、余ってるから、いいの来てほしいねんけどな。これランダムではないと思うねんな、決まってると思うねんな、順番はな。で、今やってんのは私がずっとこうやって当てるっていう、こんなバカみたいなことをして時間を潰している私は30歳男性、奈良県在住の独身です。おっしゃ、いった、10万、頑張ったねレインボー。10万ともなるといいの出てくるんじゃないかと思うんだけどな。なんやお前は、お前なんかもうあんまり良くない雰囲気がしてるんやけどな、お前は。ただしかし、お前をあえて大きくしてみるか。あ、大きくできひんこいつ、ほら、あ、こいつ大きくできひんねや。てこいつのバウンドは何個か分からへん、なんかでも一桁ではないね、多分こいつも50とかかな。え、こいつが大きくできひんやったらお前も大きくできひんちゃう、お前大きくできるとかないよな。できるやん、いっちゃん必要なヤクターが大きくできるやん。あ、でもこれがマックスや、金色がマックスで、金色になるとバウンドで50になるってこと、多分そんな感じやな。はい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 、お、13万6千ぐらいで出てきました、押してみましょう。うわ、出た、粗大ゴミバージョンや。あ、ちょっと待って、こいつ意外と使えるやつかもよ、このガラス。これあの鉄のあったじゃないですか、あのめちゃめちゃ重いやつ、こいつをぶつけたら潰れちゃうんですけど、こいつをあえてぶつけやんと、こうやって転がしてたら、ほらなんかね50ずつぐらい増えてるような気がする。俺これいいこと思いついたかもしれん、この20万に差し掛かるって時やけど、これを割るやんか、ほんちっちゃくなるやんか、ちっちゃくなったやつがあのこの電池で大きくなるって、どうどうって言われても困るか、みんなもな。ほら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 、あれでもちょっと違うかな、ちょっと違うかもしれへん、これ50の価値あるかなこいつ。いやでもこれで大きくすることができるんであれば、さっきと同じかなこれやったら、これ終わってるだけでだいぶ稼げるから、てかまあ20だったからもういいねんけど、でもこの緑のやつ押してみようか。はい、電池や、いやもうこれはそうしろというおぼし飯やで。よし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 、あとちっちゃいやつちょっともったいない気もするけれども、でもまあ仕方ないね。この大きいやつがとにかく今3つかなんかあんのかな、あの虹のやつが当たっちゃっても多分ね壊れる可能性がある、あれだからちょっと厳しいけど、今稼げる間はこの黒で叩く分には壊れへんから、これで稼ごう。うっしゃ、30万いったから光った、やったや、だいぶもあったわ、何もせんと。あ、なんやこいつ、大丈夫かお前、未完成やけど、なんやなこいつ、
えらい可愛らしいけど、こいつすごい、100ぐらいの価値ある。こいつこいついいぞ。バン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 なんか回数重ねて新しいことが起こるんじゃないか、新しいことが起こるんじゃないかと。さらにその、しかもこのね、バウンドさせるのを効率よくしていくわけでしょう。すると、どん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 回数も重なってって。まあもちろんね、目標とするノルマみたいなところ、あれがだいぶ高くなってしまってはいますけれども、だからこの虹のやつだけ、レインボーだけではちょっと手に負えへんなってきたけれども、ただそれでもね、こいつ1バウンド200ぐらいやと計算したらなったんで、それ考えるとね、なんかついついやっちゃうなというか、早く次見てみたいな、みたいな。まあ、別に見やんでもいいけど、みたいな。もう腕の振動でいく。高橋名人のそれまで来てるもん、俺今。よっしゃ、もうちょいちゃうか ?50 はさすがに出るっしょ。どや、出た。来たな。あ、電池や、ナイス電池、これはこいつっしょ。大きさ変わらへんのか。ならへん？ならへん？あ、こいつでも数百の価値あるぞ。あ、だいぶでかいわ、数百は。ただ次100万はやめろな。せめて60万は無理でも、70万ぐらい出してくれへんかったら。バグってったわ、あとは。バグってった。おっしゃ、ナイス70万、ナイス70万。めっちゃできた。まだ出て続けるんすか、まだ出て続けるんすか。え、これ何、こいつ、え、なんかめっちゃバウンドしてるようにも思えるけど、そうでもない。これすごい勢いで植えていくぞ。なんやこの細々した集団は。これいいな。よし、俺もじゃあ加勢するぞ。よし、みんなついに来るぞ、99万9000から。来た、100万ん？お？どこや？あ、アヒルの王様か？え、スイカ乗ってんのか？アヒルランドみたいなとこ来た。え、特に何もできないんですけど、動けないですよ。え、ん、あ、降ってきた、ひよこ降ってきました。あ、あ、なんか近づいてきてない。え、めっちゃ怖いねんけど、なんか。え、ていうか徐々に近づいてきてない、お前。え、徐々に近づいてきてるやん。ちょ、なんとかしてや。え、なんかめっちゃ怖いねんけど、そんな普通に。じりじり来られたら。あかん、聞かへん、こいつ。いっぱい出てくる、いっぱい出てくるやん、なんか。You can't escape the ducks? え、何、終わりじゃないってことこれ。おいおい、まだあるぞこれ。さあ、ということで、今回のバウンシングダックシミュレーターというゲーム、いかがだったでしょうか。こんなに良い出来のゲームやとは思わなかったですよね。普通になんかちょっと やっていっちゃうというか、まあ、特に別に変わったことは起こらないかもしれないですけど、想定していることと全然違うことが起きるというかね、予想の斜め上といいますか、そういった進行っていうのは非常に嬉しかったですよね。あと、やっぱどうしても気になるのは、あのマップの四隅にあったものとか、
私ちょっと途中でね考えてたこととかもいろいろあったりして、さすがにこれで終わりじゃないかなと。あとこの1356っていう数字ね、後ろにぼやっと出てますけど、これって1356で止めたりしなあかんのかなとか、なんかいろいろ考え出したらキリないんですけど、マルチなエンディングあるんじゃないかっていう気してるんで、次回そこをちょっとチャレンジしてみたいなと思います。と言いますことで、本日も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。よろしければ次回もご覧ください。お疲れ様です。